クロースアップマジックと言いまして、目と鼻の先で、ちょっとした、ここ重要です、ちょっとした奇跡を体感していただく。そんなね、すごいことじゃないです。ちょっとした奇跡でございます。これちなみに何かわかります？あ、普通そう言いますよね。これ実はね、専門用語で輪ゴムと。こちらね、輪ゴム。一応、ちょっと手に取っていただいて、ちょっと太めの、カメラで撮っても分かりやすく太いやつ持ってきました。で、もう一つですね、これお札なんですけど、これおなじみの千札、一応ちょっと調べていただいて、特に怪しいところがないかどうか。で、これであやとりのようなことをするんですが、縦にそれ折ってもらえます？縦に、そう、細長く。そしたら今上の輪ゴムと下の輪ゴムがありますので、上の輪ゴムに引っ掛けてもらえます？引っ掛ける。じゃあ持っててください。で、ここに入れます。そうです、そうです。半分に折りたたみまして、で、この状態、今一番上に引っ掛かってるの分かります？じゃあちょっと一旦離していただいて、じゃあね、左手出してもらえますか。千円札の端を親指と人差し指でつまんでください。そう、こちら。そう、この状態で押さえてる限りは輪ゴムからは外れませんよね。今上のライン、上の輪ゴムと下の輪ゴムがありますけども、上の輪ゴムのさらに上、さらに上というか、上と2本ありますからね。ここにあるの分かりますよね。離さないでくださいよ。これがですね、目の前で、これ2番目というか、通ってる輪ゴムは一緒なんですよ。一緒なんですけど、2番目に来ましたよね。で、これが一瞬でね、3番目に来たら不思議じゃないですか。いきますよ。ワン、ツー、スリー。これちょっとインチキでしたね。今間違いない、上の輪ゴムから下の輪ゴムに飛び移ります。ほら、すごこれ不思議じゃないですか。でもう上にはないんですね。で、さらにじゃあスローモーションでね、通り抜ける瞬間を見せしましょう。今3番目ですね、ライン的に言いますとね。これ今半分抜けました。半分で、これで、そう、動かない動かない動かない。ほら、これで一番下に移動してしまうということなんですね。それだけのことでございます。輪ゴムね、輪ゴムね。こちらはトランプね。で、お待たせいたしました。トランプを使ったマジックなんですけど、トランプって全部で何枚あるかご存知ですか？いい線いってますよ。ちょっとこれ混ぜときますけど、ジョーカーを2枚入れると54枚です。ちょっとこれ省きますね。で、エースからキングまでの、数字、言い換えると1から13までの数字が、マーク的にはハート、ダイヤ、クラブ、スペード4種類、 4×12 なので52枚ということになります。で、ちなみにね、ギャンブルやります？やらないやらない全然やらないですか？やらないあら、やりそうな雰囲気を醸し出してるのに。例えばね、今世界的に流行ってるゲームがポーカーなんですね。ポーカーっていろんなルールがあるんですけども、今日はですね、せっかくなのでちょっと変わったポーカーをやってみたいと思います。ワンペアとかツーペアとか聞いたことあります？スリーカードとか。要は同じ数字がたくさん揃ってた方が強いんですけど、もっと重要なルールは強い数値のカード。一番強い数字って知ってます？ちなみに。イメージで。イメージで。エース。エースが一番強いんですよ。で、次がキング。数値が高い方がいいので、キングっていうのは数字的に13表しますから、エース、キング、クイーン、ジャックは非常に強いカードね。で、次に10、9、8、7、一番弱いのはつまり2ということになります。で、今日はね、そういった強い数値のカードのこと、ハイカードっていうんですけど、ハイカードだけを使ってやってみたいと思います。当然いい手ができやすいわけですね。全部抜き出しておきます。1から10まで抜き出すと全部で何枚あると思います？簡単な計算ですよ。10が入ってますから20枚。ちょっと確認しますね。12345678910111213141415161718190枚で、今10からエースまでが全部抜き出されました。残ってるのは全部小さい数字のカードです。せっかくなので、これ2って一番弱いカードですね。2のカード。で、次に弱いのが3です。弱いカードを5枚だけ入れておきましょう。さあ、これで今からポーカーをするんですが、25枚ありますので、ポーカーって5枚ずつ配るんですね。で、5人でゲームができるんですけど、今日ね、ちょっと変わったポーカーって言いました。ね、僕のテクニックをお見せしたいと思うんですけど、
最初にですねラッキーカードっていうのを決めます。どれでも1枚触ってください。どれでもこれ、例えばあエース、もう最強のカードの一つです。ちなみにマークには強さのランクはないので、もう今の段階でエースは一番強いと。でこれはまあラッキーカードです。もちろんラッキーカードを変えていただくということもできますが、どうしましょう。変えない。ダイヤのエースが今日のラッキーカード。でこれを例えばこんな感じで混ぜて適当に配るとどこかにラッキーカードが行きます。で普通はね、僕のところにラッキーカードが来るようにコントロールします。そして勝つ手を配る、まあ、簡単に言ってますけど本当難しいんですよ。それは当たり前なのでね、お好きな方を勝たせてみようと、お好きな方のところにラッキーカード配ってみようと、そういう試みです。例えば 1,2,3,4 僕は5人目だとします。僕でもいいんですけどね、僕ではない方、まあその人は桜ということになりますね。桜をまあ勝たせてみよう。誰勝たせます？1人目2人目3人目4人目1人目、はい、では1人目を勝たせてみたいと思います。その場合は2回カットするだけ。見ててくださいね。ラッキーカードが1枚だけ表向きでした。そうですね、ダイヤのエースでしたね。まずはそれを1人目に配ります。さりげなくやってますけど難しいんですよ。まあ来てますね、はい、問題はここに一番いい手が来てるかどうかですよ、ね、ちなみに僕の手元にはキングとジャックの2ペア、なかなかいい手ですね。しかしまあエースにはかなわないです。まあこれがもし1ペアだったらもちろんこっちの方が強いということになりますけど、他も見てみるとここジャックとキングの1ペアですから、ここ一見引き分けだけど2は弱いんですね。ですから今のところ僕の方が強いと。でちなみにこちらは10とクイーンの2ペア、これはキングの方はやはりクイーンより強いですからまだ僕が優勢ですね。でここも、あ、ここも10とクイーンの2ペア、今のところ僕が一番強いんですけど、ここを勝たせるって言いましたよね。これでなんとエースの4カード、まさに一番強い手がここに集まってしまったということでね。ありがとうございました、はい。まあ、これは単にまあ僕のテクニックの見せびらかしということなんですけれども、あのこのようにカードをコントロールする以上に難しいのは皆さんの心をコントロールする。コントロールされたことあります？まあ、気づいてないだけかもしれないけどね。これ一組全部使いまして、ポーカーというのは、まあ、興味のある人にとっては非常にいいテーマなんですけど、まあ、知らない人はねちょっと面白さ半減しちゃうかもしれません。今からやるのはある意味ポーカー以上に難しい皆様の心をコントロールするテクニックです。カードの山をですね4つ作ります。これ一つ目、どういう意味を持つかって後でね説明します。これ2つ目、そして3つ目、じゃあ最後はですねどうしましょうか、ここら辺にしましょうかね。はい、これ使いません。4つ山ができました。重要なのはですね数字、一番下のカードを出しますね。4枚、そして表は絶対に見ないでください。よく混ぜてもらえます？この混ぜ方でいろいろと僕がしなくてはいけないことが変わってくるんですけど、いいですか？いいです。はい、でこの順番に並べます。 1,2,3,4 どこか変えなくていいですか？はい、はい、自分でやったと思ってますね、はい、それが重要です、はい、残りの山を元通り重ねますが、もちろん普通に重ねてもいいんですけど、せっかくですから手伝っていただきたいと思います。この山 1,2,3,4 どこに重ねましょう？じゃあ2番目のところですよね、はい、この山1と3と4が空いてます、はい、どこに置きましょうか？じゃあ1番目のですよね、はい、じゃあ最後ね、はい、まあ、2つありますけど1つ置けばもう最後決まってしまいますので、はい、まあ、このまま重ねるか入れ替えるかと、はい、どちらかです。どうしましょう？そのままで、はい、いいですか？いいです、はい、完璧でした、こんなにうまくいくことはですねそうそうないんですけども、この数値が重要だって言いましたね。これは6でした、
ここは10でした。ちなみに、あ、ここも完璧ですね。これ数字がね、全部違うの分かります？これちょっと内緒にしときます。ここに置いときます。裏向きでね。ちょっと見てほしいのは6でした。そしてこの山。1,2,3,4,5,6 枚なんですね。合ってますね。10。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚なんですね。合ってます。さっき入れ替えましたね。ここね、完璧でしたね。そしてここ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 枚です。じゃあすいませんが、これ数えてもらえます？じゃあ手の上に数えてください。 1,2,3,4,5,6,7,8 枚でした。8枚見てください。うん、当然それが8です。完璧なコントロールでございました。